くたくたくた。ギルフラット食った。持ったか。ドラッグ滑ったな。よっしゃ、でかでかい。ギルフラットタラ巻きで食ったわ。ちょっと釣りのテンポが悪いんで、はい、AK チャーター 21g に変えます。21g なんでかなりテンポよく巻いていけるんで。でっかい、来た。1投目でかなかったわ。でも1投目でよっしゃ、 OK。 はい、下顎にかかってる。はい、35ぐらいかな。結構量計ですね。ありがとう。待て、食っとった。バックラッシュ直した、食った。超ダサい釣り方した、ギルフラットで。しかもラインめちゃくちゃ走っとったからフッキングよう分からへんかった。はい、サイズが小さいな。はい、ありがとう。ほったらかしくっとだすね、さっきも。これでギルフラットはね、もうほんまなんか操作せん方が食いますね。だから極力軽いシンカーでファーッと落として、でもうそのフォールで食わすみたいなイメージが一番釣れるかなと。今これネイルで 1.2 かな。で、まあ、着水で気づかして、ふわーっと落として、フォールで食ってもらう。まあ、今みたいにバックラッシュ直したら食ってるんで。で、結構この中空のワームって、着水で寄ってきやすいんですよ。なんか。かギルフラットって結構、あ、くた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 。ギルフラットって結構ね、着水音を抑える必要ないですね。吐かれたわ。取ったのにな、測れたな。このシェード結構いけるんかもしれへん、もしかしたら。サイズはどうか分からへんけど。ああ、奥まで届かへん。距離遠い。結構距離あるんでね。絶対届いた。まあまあ難しいな。季節っていうか、これからの季節、ため池とか真昼間釣るんやったら、シェードだけ狙っといたら大体釣れるんですけど、
今日ね、なんかシェード、そんな魚おらへんかな、多分。シェード、ここが一番圧倒的にシェードが濃くてっていうか、もう他シェードないんですけど、シェードに入ってないですね。でかい魚が多分。そういうところは、なんか、大きい回遊してたりするんで、ちょっとね、やや大きめから、ベローズギルのネコリグ。言うてね、今、まあ、6月入ったとこ で、梅雨で最近雨も多くてね、水温がめちゃくちゃ高いわけじゃないんですよ。だから、魚自体は結構快適に泳ぎ回ってるというか、過ごしやすい水温の可能性も高いんで、てかまあ過ごしやすい水温でしょうね、おそらく。だから、割とね、ぐる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 回遊してる個体が多かったりするんで、そういう個体はやや大きの方が良かったりします。まあ、結局餌食いたいのは岸際近くのブレイクだったり、岸際だったりっていうとこなんで、まあ、そこまで追い詰めさせて食わすっていう感じですね。だからやや大きにキャストして、ね、この池に関して知識ないんで、ブレイクがどこにあるとか、あんまりそこまで把握しきれてないですけど、前回来た時もうちょっと水クリアで若干ブレイクらしきものが見えてたんで、まあその付近を今泳がしてます。クタ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 、ベローズギルネコリグ体は でかいんちゃうかな。でかい、オッケー、でかい、あーでかいな。おわ、めっちゃ引くな、めっちゃ引くな。でかいでかいでかい、よいしょ、オッケー、オッケー、でかい、パンパンや、めっちゃギル食ってるな、多分。これはええ魚やな。はい、 E45 アップですね、パンパン、めっちゃ太い、ありがとう、この土日中に連れてくれることに感謝。はい、今のはベローズギルのネコリグで、ヘビーガードタリマン302で、これね、G クラックのネコリグのストッパーみたいなやつ使ってます。まあこれなしでは多分このベローズギルのネコリグできないんで、ちぎれてまいります。でこれつけとったらほんまにこうやって身切れせずにね、再利用できます。でシンカーが 1.2g、 まあこれはね、まあギルフラットもこれもちょっとね 1.2g で、割とスローにフォールさせて、割とスローにフォールさせたくて、結構ねギルフラットもベローズギルもすごい水押しが複雑なんで、フォールでめちゃくちゃ誘ってくれるんですよ。だから今もね多分フォールで食っとったんちゃうかな、ほぼフォールで食ってたんちゃうかなと、おそらく思います。で今のはね、ここちょっと張り出しのカバーがあって、でここの外側にキャストして、でちょっと向こうからねペペペペってこうやって気づかしてフォール、音で気づいてくれるんちゃうかなと思って、こうやってちょっとアクションさせてフォールさせて、でこうやってアクション加えたら、アクション加えてすぐに食ったんかフォールで食っとったんかどっちかちゃんと覚えてないですけど、もう割とすぐにね当たりが出てくれました。でこれの使い方はね、もうほんまに中層スイミング、まあややボトム寄りかな、ボトム付近の中層スイミングっていう感じでよく使います。